どうも、こんにちは。吉谷です。安原さん。安原さん。まあ、よかったですね、安原さん。まあ、昨日ですね、いきなり、なんか、動画のリンクが。最近ね、最近僕、まあ、LINE でもそうなんですけど、動画のリンクが送られてくるっていうね。メールなのか、何なのかっていう、動画のリンクが送られてくるっていう。昨日ですね、送られてきたのがこんな感じですね。はい、安原さん、はい、まあちょっと見てみましょうか。こんばんは。吉谷さん、お疲れ様です。もうですね、鹿児島の方に、越されたんですかね。ちょっと最近ですね、ライブ放送も見れてないので、どんな調子なのかなというふうに思っているところでございます。申し訳ありません。なんですけども、私ですね、この9月28日、本当に昨日のことになるんですけども、昨日ですね、セミナーを、YABC、YBIC、私、安原主催でセミナーを開催させていただきました。特別、講師としてですね、私の師匠であります、隠居生活中の久保塾長、久保さんもですね、ご参加いただきまして、まんまとですね、まんまとっていうのもなんかおかしいですけども、もう見事にですね、まあ、大成功というふうになりました。もう途中からですね、参加してくださる方もいらっしゃいまして、席が、もうこう埋まってしまうとですね、満席ということで、もう大変ですね、もう感謝感激というか、もう感動しております。はい、これもですね、吉谷さんのおかげなんですよ。もう、私がですね、本当にこの7月ですね、7月に、まあ、本格的にこう活動、インターネットビジネスというものを始めたときに、まず初めにやったのが、吉谷さんのライブ放送に割り込んで宣伝をすることでした。もう本当にここからですね、ここから私がまあ情報発信を、していくのが始まったんですけども、本当にこれがなければですね、今の私もないですし、今回のですね、セミナーもなかったと思います。それほどまでに、この吉谷さんのですね、影響というのはすごく、大きかったです。本当にありがとうございました。本当にこのですね、無事に成功したというのも、セミナー成功したというのも、吉谷さんのおかげですので、またですね、これはもう吉谷さんについていくしかないなと、ああいうふうに思っております。もうライブ放送もですね、ちょっと最近はなかなかこう、ちゃちゃをですね、入れれてないので、私も寂しいなと思っているんですが、もうこれからはですね、ちゃちゃを入れていきますので、またですね、なんかこう、反応してもらえたら嬉しいです。はい、ということでですね、ちょっとなんかこう、報告動画というかですね、本当に嬉しいですよね。やってみると分かるというか、もう皆す、もしですね、もしですね、もしですよ、同じように、まだこう何をしたらいいのかなとか、分からない方とかですね、やりたいけどやれないという方は、すぐになんかこうやったらいいと思うんですよ。ライブ放送に、まあ、ちゃちゃ入れるっていうのはですね、おかしいんですけども、自分でセミナーなんかもうすぐできますので、ぜひですね、もう誰でも先生になれます。ですので、このセミナーもですね、やることもそうですし、情報発信をしていくことも、ぜひ、やってみてはいいんではないかなという、このですね、吉谷さんの吉谷イズムをですね、取り入れております。はい、ちょっとなんか。まあ結構紹介しましたよ。はい。紹介しておきましたよ。はい。まあ安原さんからですね、まあこういった動画をいただいて、まあまあ嬉しかったですね。嬉しかったです。はい。まああと安原さんが言ってたんですけど、まあ安原さんも、まあ結局その情報発信の、あれなんですよね。まあやってみればわかるっていうことだったんですけど、本当やると楽しいですよね。要は先生になれるので、ありがとうございますって感謝されて、なんか嬉しくない人っていないと思うんですよ。だから、まあ、安原さんも今までいろいろこう情報発信することに関して、まあ、いろいろとこう、結局マインドブロックなんですけど、別に誰が教えてもいいわけで、これこの前のセミナーかなんかで言ったんですけど、例えば、プロ野球選手と、高校野球、もしくはプロ野球選手でも、じゃあその一流の、じゃあ一郎みたいな、めちゃめちゃ大記録を成し遂げた先生しか、大記録を成し遂げた人しか、コーチになれないのか。その人しか、すごい選手を育てることができないのか。そんなことないですよね。
別にプロ野球の監督やってる人で、別にそんな現役時代そんなに活躍してない人もいるわけじゃないですか。それでも育てる、名門っていうのをね、作ったりとか、まあ高校野球とかもそうじゃないですか。だからその別に誰が教えてもいいわけですよ。教えるってことに対してそのなんかね、まあ安原さんもそうだったと思うんですけど、なんかそのすごくないとダメなんじゃないかなっていうのはあるんですけど、なんかね、水泳のオリンピック選手育てた人かな、なんかちょっとこれ聞いたんですけど、水泳やってないみたいな 水泳教えてんだけど水泳自分やったことがないみたいなね そういう監督もいるわけですよ。すごくないですか？水泳教えといて水泳やったことないんですよ。だから別に誰が教えても関係ないんですよね。それってマインドブロックでしかないので、少なくともその人が知らない情報を教えてあげればそれだけでいいので、ありがとうございますってなるわけじゃないですか。だからそこでなんかお金、何百万稼いだ、何千万稼いだとかいらないですよね。まあ、会ったことに越したことはないですけれども、会ったことに越したことはないですけど、別に情報発信をする上で、別にそれがないと無理なのかっていうわけでもないので。だからそこをね、安原さんは、超えることができたっていうことは、もう大丈夫なんじゃないかなと。まあ、久保さんもそうじゃないですか。ね、久保さんも結局、最初やったことって、その、川上から川下じゃないですけど、情報を知らない人に対してこう教えたと。自分がお金稼いでなかったら別に1万円稼いでない人に教えればいいんですよ。っていうか世の中に100万以上稼いでる人どんだけいいんだって話で、1万すら稼げてないパイの方が大きいですからね。だってネットビジネスの95%の人がほとんど5000円すら稼げてないっていうことを僕10年以上前からずっと言われてて、しかもお客さん見てると結局いろんな塾とかいろんな教材買っても結局5000円も稼いでないわけですよ。まあ稼いだとしても数万円で終わる、結局それで止まるみたいな。であるならば親身に5000円じゃこう稼げる方法を教えてあげた方が、まあ、絶対ためその人のためになりますよね。だからまあ安原さんはこうやってまあよかったですね。無事にやってとやれてと。まあ本当まあ、ちゃちゃね、安原さんすげえ最初、ちゃちゃ、ライブ放送ですげえちゃちゃ入れまくってましたけど、結構ね、僕がやってるライブでちょっと変わったっていう人がやっぱね、結構いますよ、やっぱ。だから、まあ、続けてよかったなって、もうね、ライブ放送も904、まあ、今年の12月には1000回行くんですけど、まあ、これから2000回、3000回、まあ、3000回はやるって言ってるのかな。そう、3000回はやるって言ってるので、まだあと2000回以上は残ってますけど、まあ、ずっとやってきますよ。あと2000回っていうと何年だ？365日が1年だから、2000回ですよね。まあ5、6年はありますね。少なくても。まあそのぐらいやってきますし。まあその後も多分やっていくとは思いますけどね。だからまあ僕のライブ放送を通して、まあなんかちょっと人生が変わったよって言ってくれる人が増えれば、まあやってる意義があるかなと思います。最近はね、本当になんか多い時とか20人とか見ていただいて、まあ毎日やってるんですよ。毎日やってんだけど なんか毎日見てくれてる人もいるのか分かんないですけど、まあありがたいですよね。だから僕ライブ放送始めた時、本当視聴者ゼロの時もありましたからね。ゼロでもやってましたけど ゼロでやってるってライブちゃうやんみたいなね まあゼロの時もありましたけど、今ゼロっていうことは絶対ないですね、今は。まあこれも続けてきたからかなとは思いますけどね。であとはまあライブ放送を見たことによって巣立ってった人、まあ、今はライブ参加してないけど、まあ、ライブ放送がきっかけで巣立ってた人っていうか、そういう人も結構いますし、まあ、あれはあれでいいんじゃないですかね。コミュニケーションとして、要は自分がこう、結構ね、やっぱ安原さんもそう、久保さんとかもそうなんですけど、やっぱライブ、生で自分がこう、意見を言う、質問をするっていう人は、やっぱ結果をね、出してます。まあ、ずっと見てるけど質問しないっていう人もいるので、結構ね、僕がずっとやってて思うことが、ライブで質問して、もう生の、その生のライブで自分で自ら自己主張ができる人は、
自己主張というかね、質問でもいいんですけど、まあ、そういうのができる人は結構高確率で結構うまくいってますね。まあ、全員がうまくいってるかっていうわけではないですけど、確率的に言うと結構高いんじゃないかなと。結果は絶対出てますね。まあ、またですね、なんかこんな上がりましたみたいなのね、結果あれば、まあ、報告動画いただけると僕もね、嬉しいので。まあ、あとですね、今、広島、安原さんという方は広島付近に、でネットビジネスを教えているので、まあ、広島付近に住まれている方は、まあ、安原さん、まあ、久保さんでもいいんですけど、久保さんの弟子みたいなね、で久保さんを作ったのは僕たちみたいな なんですけど、本当に久保さんとは3年ぐらいのお付き合いですけど、本当、スマホアプリっていう教材を久保さんが買ってくれて、まあ、そっからのお付き合いなんですけど、それ3年前ぐらいですかね。ということで、まあ、安原さん、おめでとうございます、今回は。ということで、まあ、同情するなら金をくれっていうことで、まあ、ちょっと今、噛んだな、大事なところなのに。売上が上がったら、そのお金を上納するっていうのは、これ、お決まりですから、売上が上がったらですね、これ、上納するようによろしくお願いします。上納金が必要です、上納金が。お世話になりました。嬉しいです。確かに嬉しいです。やっぱね、ここでしっかりと、吉谷さん、お世話になりましたと。これ、お財布ですと。お財布をね、上納するっていうね。まあ、久保さんとかはですね、多分ね、安原さんも今度行くと思うんですけど、久保さんとかは正月になるとですね、お寺に行って1万円をこう、上納するらしいんですね、1万円を。だからね、いや、これ、まあ、1万円ぐらいはこれ上納しないとダメなんじゃないかなと。思いますよ。まあまあまあ、お寺に1万円をこうね、入れたところで何があるかわからないですけど、僕に1万円を入れると結構ね、それより効果は高いと思います。それより効果は高いと思います。なぜならば、その1万円入りましたみたいな、僕が動画作ったりとかして、まあ、安原さんにこうアクセスを流せたりできると思いますけど、そのお寺に1万円入れても何も、まあ、何もって言ったら神様に失礼かもしれないですけど、まあ、ちょっと見えるものではなんか返ってこないかなっていう感じじゃないですか。じゃあ仮に安原さんがね、僕に1万円をこう、フィッて入れると、安原さんから1万円もらいましたみたいな動画がまず出来上がります。で、安原さんとこうやり取りが始まって、で、今度それで、安原ってどういう人だっていうことで、新規のお客さんがね、そちらの方に行くかもしれませんね。ということで、上納金も、お待ちしておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。まずね、1万円。まずこっから行きましょう。まず一口1万円からいきましょう。一口1万円からにしましょう。安原さん。まあ1万円ぐらいも、ね、稼げるでしょう。ね。セミナーやればね 1万円ぐらい稼げるでしょう。ということで、最後、セールスになりましたけど、まあセールスじゃないな。お布施ですね。よろしくお願いしますね。同情するなら金をくれ。そういうことです。以上です。